このゲームの舞台はオールドトラフォード。1910年に設立され100年以上の歴史を誇るヨーロッパ有数のスタジアムです。この時間は千葉対山形、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。千葉361のシステムですがどうご覧になりますか。そうですね、361の場合、オフェンシブハーフ2枚がトップの1枚を追い越す動きや、ワイドに開く動きで相手ディフェンスをかき回す攻撃が有効ですよね、はい。まあ、その分運動量も増えますけど、中盤に人数が多いので積極的に前へ行けますよね、あとはやはりこのシステムの特徴でもあるワントップがポイントになってきますよね。はい、361の1の部分ですね。そうですね、まあ、基本は守備に構えてますのでショートカウンターを狙っていくシーンが多くなると思いますね、まあ、ここでトップの1枚は常に前線に張っているので、はい、相手の最終ラインを気にしながらカウンターの準備をする必要がありますよね。なるほど。さあ前半見ていきましょう。千葉対山形、エキシビションマッチが始まりました。この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよ ね。 そうですね、自分たちのフットボールをする、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね、はい。どういった立ち上がりになるんでしょうか。小島、小林、風間へ、小島、福光へ、小林、サイドを使います。また中央へ、サイドへ、また中央へ、末吉、小島、サイドを使います。末吉、福光へ、小林、末吉、小林、小島、小林、末吉、小林、末吉、サイドを使います。小島、小林、山田、山形、先ほどから前線の選手が下がってきていますけれども、北澤さん、これはどのような意図があるんでしょうか。まあ、相手ディフェンスを引っ張ってくると同時に、自分が攻撃の中心になれるということですよね、はい。相手を背負ってキープしつつ、前を向ける力が必要なので、この能力がある選手しかできない動きですよね、さらには得点力も必要ですからね。なるほど、まさに偽の9番ですね。そうなんですよね。末吉、また中央へ、小林、前半の14分を過ぎたところです。さあ立ち上がり、両チームとも様子を見つつも、ポゼッションでははるかに上回っている千葉。川井、大きく縦へ、縦へのボール。両チームとも慎重な感じですかね。多少守備的な入りですよね。南へ、藤本、藤田へ、長いボール縦へ、中へのクロス、
福光、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。山田へ、千葉、ここは人数をかけてしのぎます。中上げる、長いボールを送ります。末吉、左サイド上がるか、風間へ、小島、中央から風間へ、藤本、山田へ、裏を狙っていきます。この位置で受ける、クロス合わせてくるか、山田へ、もう一つ前に行きたい、山田へ、南へ、藤田へ、山田へ、南へ、ここで丁寧にボールを扱う、スルーパスを出す、ここで受けて、藤田へ、藤本、外へ持っていきます、クロスを上げる、鈴木、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。一人で行く、小島、風間へ、小林、サイドへ、末吉、左サイドを上がっていきます。一旦前を取る、中に合わせてくるか、どうだ、南へ、南、右サイド上がっていく、前ですね、スルーパスを狙う、このボールはカットされます。小林、一人で持っていけるか、風間へ、小林、末吉、左サイド上がっていく、丁寧に足元を使う、中は枚数いる、さあどうする、小林、小島、サイドを使います、右サイド上がっていきます、小島、ディフェンスをものともしません、風間へ、サイドを使います、仕掛けるタイミングを図る、このゲーム両チームここまでまだスコアレスの展開です。サイドへ、外側から攻めていく、小林、さあつながるか、フリーで受ける、果敢な飛び出しでしたね、いや良かったですよね、このタイミングって時に収まりましたよね、これを繰り返していけばいいと思いますけどもね、大きく縦へ、
末吉、左側上がる小島、小島、末吉、サイドを使います。あっとこれはワンツー、南、さあ右サイドから上がっていく、山田へ、藤本、山田へ、南へ、藤田へ、藤田へ、南へ、藤田へ、そして今前半終了の笛が吹かれました。まだスコアレスです。さて北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。千葉としては今はまだ 0-0 なんですけども、内容はあまり良くなかったですよね。というのもシュートがまだないんですよね。後半はバイタルエリアにもっと人が入っていけるような動きなんかをしていかないと、なかなかチャンスは広がらないでしょうね。千葉対山形、0対0のまま折り返します。後半キックオフです。まあ非常にタイトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。そうですね。鈴木、ここで前を向けるか、スルーパス、これをカットします。南、藤本、藤田へ、カウンターを仕掛けます。とこれはつながりません。新井、末吉、鈴木、小林、新井、小島、裏のスペースを狙う、福光へ、このクリアボール次へつなげたい。福光へ、風間へ、山田、山田へ、藤田へ、山田へ、長いボール縦へ、ゆるく狙ったボール、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。裏へのスルーパス、いいボール入りますよ。福光へのボール、さあ中はいる、どうだ、ここは抑えました。これ仕掛けるか、裏へ届くか、さあ抜けた、仕掛けるか、撫でるようなボールタッチ、足元のクロス、危ないし、危ない、藤田、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。さあどこに出してくる、
山形としては先ほどから守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、うん、背後のスペースを意識してるんでしょうね。それはスルーパスの対策ということになるんでしょうか。そうですね、浮かせたスルーパスなんかにも効果的ですよね、うん、ただ常に相手と一定の距離を保つマークをしているのでだんだんラインが後ろに下がってしまうんですよね、はい、そうすると中盤にスペースができやすくなってしまうので、ええ、しっかりと味方の中盤がボールに寄せて起点を潰すケアが必要になってきますよね、うん、まあその相互理解がないと穴が開いてしまうってことですね。そうなんですよね。藤田縦へのボール、風間、末吉、上がっていく左サイド、スペースを狙う、このボールに触ります。山田、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。まあ少し無理してでもね、先制点を取りに行きたい場面じゃないでしょうかね。この時間での先制点、試合を決める一発になってきますよね。チャレンジはしません。後ろに流す、末吉、もういいですね。上げてくる、どうだ、コーナーキックへと続きます。どうする、また中央へ、素早いパスで攻め上がっていきます。風間、山田、ここはファールです。ボールの奪い合い、激しいものがあります。長いボールを送ります。山田、川井、裏のスペースを狙う、中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。福光、風間へ、鈴木、末吉、小林、サイドへ、小島、いけるか、さあ左へ預けて、上げる、キーパー、千葉としては先ほどからいい攻撃は見せてるんですけどもね、なかなかシュートには結びついてないでしょうね。山形、起点となるアクションが欲しい。大きく縦へ寄せられてますけどもね、キープ力ありますね。南、さあカウンタースピードを上げたいところ、ボールを受けてサイドを使います。どうだ、ここ拾って次につなげたい。千葉、山田、このパス回し、さあ左サイドへ、中で味方の選手が待っている、ファーサイド、
千葉、ここクリアで難を逃れます。さあ左へ預けて、ここで丁寧にコントロール上げる、頭で来た。いやー惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。千葉いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。千葉ここでベンチに動きがあります。川又いいプレッシャー、山田、藤本、これ仕掛けるか、サイドのスペースへ走らせる、足元大事に行きます。体強いですね、ここ来ましたよ。枚数いる、中につなぎたい、コーナーキックです。山形選手交代のようです。末吉チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。組み立てながら攻め上がっていく、福光、今日は見応えがある分時間が経つのが早く感じますね。末吉裏を狙う、いいボールですね。中人数揃っている、クロスを上げる、頭だ。いやいい反応でしたね北澤さん。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。千葉決定的なチャンスを迎えたシーンでした。藤田、山田へ、山崎、時間かけずに攻めたいですよね。小島、南、このボールをカットします。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。柔らかいボール、さあ上げられるか、上がっていく左サイドと、ボールはいいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。山形としては時間ないですからね、ここはシンプルな攻撃でもいいと思いますけどもね。右サイドから上がります、クロスを入れる、このクリアボール次へつなげたい。コーナーキック、荒い、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ここで試合終了のホイッスルが鳴りました。0対0、今日は0対0の引き分けという結果に終わりました。北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。当然決着はつけたかったんでしょうけども、お互いに譲りませんでしたよね。内容見てもそれぞれチャンスはありましたから、この引き分けは悔しいでしょうね。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。両者無得点のまま試合を終えました。